よし、あ、しょうた夏祭りに行ってくる、しゅうちゃんです。それなんすか、今日今日はチューブの日です。チューブですよ。はい、2012年今年のやつじゃない。今日はね、チューブなんですよ。はい、もう5時、6時から6時から6時半から。はい、楽しみ楽しみです。久しぶりの、年に1回しかないからね、チューブのライブって。そうだね。まあ、そんな中でちょっと、はい、ちょっと楽しみすぎて、はい、早く着いちゃってね、ホテルで暇なんで、はい、ちょっとまた質問コーナーをね、はい、募集してみたんで、はい、ちょっとそれに答えていきましょう。いくつかあ、やっていきましょう。あ、じゃあもう一番ナウな質問からいきますか。はい、チューブで一番好きな曲何ですか。チューブで好きな曲、はい、あー悩むね。1番ね、1番ってね、決めれないんすよ、なんだかんだ。その時のブームによって変わるしね、やっぱ。あのね、結局夏だけじゃなくて一年中聴いちゃってるんで、私たち。うんうん、その時その時でね、変わるよね。変わるな。意外と季節でさ、夏の曲ばっかりだけど、うん、季節ごとに聴くと意外といいやつあるじゃん。あるあるある。それがね、難しいね。まあ、安定して好きだなって思うのはやっぱ藤沢サンライトよく言う、ね、ここは固い ね、うん、なんだろう、何聴いてんだろう。チューブで一番今、10年先のラブストーリー。おー、これ一番かもしれない今。定番ですね、うん、ザ・チューブって感じ。なんでかっていう言われると、なんとなくとしか言いようがない。うん、もうそこは感覚ねもう感覚あ、いい曲だなっていう、うん、その感覚かな。いいと思います。うん、ピュアティもいいね。あ、ピュアティもいいね。安定していいよな、ピュアティっていつ聴いてもいいもんな。おすすめです。はい、僕ピュアティを聴いてほしいです、みんなに。僕は藤沢サンライトを聴いてほしいです。聴いてほしい、聴いてほしい、ほんと。はい、聴いてみてください。はい、はい、次、まあ普通にサスケでいきますかね。はい、行きましょうか。クリフやるときどこを一番意識してますか。クリフ、クレイジー、クリフ、まあクリフディメンションをやるときどこを意識してますか。みんなどこ意識してんだあれ。意識意識してる。意識はまあやってる時、掴む瞬間じゃない、やっぱ一番強い意識あるのは。かな、掴む瞬間、指が突起にかかる瞬間にグッて力入れる、うん、そこじゃないかな。あ、もう指に力入れる。うん、なるほど。キャッチする時、体勢とかそういうことよりも、もうあ、もう耐えるその力っていう。もう耐える力ですよ。あ、はい、でも割とそうだよねまあそりゃそうだよね。ねえ、うん、最後の踏ん張りは絶対意識はしてるとこだよね。めっちゃしてる。これ実は前アンケート取ったんですよ、はい、インスタで、はい、どこ意識してるでしょうか僕はみたいな。あ、クイズ。そう、クイズ出して、うん、その時に一番多かったのは、うん、左手。あ、押す時の左手、そう、体振って、うん、押す時の左手のプッシュ、はいはいはい、を一番意識してるんじゃないですかとっていうのが予想ですね。あ、多分動いててもそう見えると思う、うん、ただこれ違うんですよ。外れですか。本人的には違うんです。あ、本人的には一番はやっぱそのキャッチする時だよね、うん、キャッチする時、キャッチする時の、はい、頭の位置、頭の位置、はい、で首にめっちゃ力入るのだから、上向いてキャッチするっていうのを一番意識してて、うん、これがね、正面向いたままクリフキャッチしに行くと、どうしても肩の可動域的に無理なんだよね、うん、耐えれない瞬間が出てきちゃうの、どうしても、うん、それを頭を上げる、なんていうの、頭を上に上げる、うん、上を向く、うん、ことによって体がね、倒れるよね、前に。あ、こう、こっから、こうなるの、うん、こうなれるようになる。そうすると、耐えれるよ、自然と。あ、確かに、失敗してる人、よく見るね、正面のままでしょう、うん、正面で掴もうとして、なんか、こうすっぽ抜けるみたいな、ね、あるある。そう、それがなくなるから、割ともう指に自信があるというか、うん、
まあ、クリフ動けます、ぶら下がれますっていう人は、まあ、上向いちゃった方が楽なんじゃないですか。わかんない、まあ、3メートル飛んでる男が言ってますからいやわかんないとか言って自分で分析してるけど、正直考えてねもう間違いないね、もう考えてない、うん、あれやってる時なんならスタートする前かもしれないね。あ、一番考えてるそのこの、なるほどね、このわかるよ、ここどのタイミングで入ろうかなっていうやつね、ここを入る、はいはいはい、ここで入る、ここで入る、ここで飛ぶ、確かに何回振るみたいな、うん、そこじゃない、そこだわ、そこでしょ、うん、一番は一番考えるかも、確かにクリフで一番考えるとこそこだよ、一番考えるわですかね、はいまとまんねえ意見まとまんねえわ次いきますか、はい、嫌いな食べ物なんですか。嫌いな食べ物、ピーマン嫌いな食べ物圧倒的ピーマン、ピーマンなんて、うん、何の料理に入れても苦い味がしちゃう、あ無理だね、嫌いなものの、あの基準としてはもう口飲み込めないレベルかな。あでもいいよ、だとしたらないな、全部食えちゃう俺は、うん、じゃあに苦手もない、まあ苦手、まあ正直苦手でもないかな、くせえなって思いながら納得食うって感じあ食えるけど別に食えちゃうな、うん、出されたら食うよみたいな、あ俺ピーマン食うとウェーってなるもん、ウェーってなる、ウェーってなる、じゃあ苦手だな、どうしても、うん、吐き出したくなる、吐き出したくなるか、うん、あ本当そう、結構珍味自体が好きだからな俺が、あうん、カエルとかも食ったことあるしないなカエルとかはないな、カエルもないな、唐揚げとかイナゴぐらい、イナゴ逆にないけどな、バッタのさ、うん、よく佃煮に、佃煮のやつ、うん、あれ美味しかったよ、美味しいんだ、だって味は佃煮じゃん、あバッタのさ、まあまあまあ、甘いタレみたいな、うん、ただ見た目がバッタってだけで、昆虫時代に味ないんだ味ない、へえー、そうなの、ちょっとキモかったけど、あの、あ見た目が、足が口の中で、あの歯に引っかかる、なるほどすっげえキモかったけど、うわ嫌だな、いや嫌だそれは嫌だわ、それだけが嫌だ、うん、でもあとは別に気にしなければただの佃煮、じゃあ作ってきます、企画の罰ゲームとして僕がありありそれありなんだよね、はい、ちょっと何人かでバトルして、そうですね、負けたら蒸し料理、蒸し料理食べる、セミがね美味しいらしいんですよ、季節だね、季節のちょうど大量生産される季節だね、そうセミ食うのか、アブラゼミが一番、足だけ取ってほしい、あ足は取ります、ピーナッツの味がするらしいで塩焼きが一番前らしい、塩焼きまんまじゃん、もう見えるじゃん見た目、マジで、はい、見た目見えるのはちょっと怖いな、まあ罰ゲームで言ったらそれぐらいの方がいいかなと、はい、そうか、丹精込めて作ってきますよ僕はやってみるか、はい、まだこのそれでやるそれでやりますやってみるか、うわきつい、つなげ、はい、緊張しますか、緊張しますか、はい、まあ、サスケやる上でですかね、だよね、そういうことよね、緊張も何も出場してないんで間違いない、それは正直そうだ、まずそこよ、うん、緊張も何も特に確かにないよね、うん、あんま言えんからさ、まあサスケ、まあファーストとかトライアルやるときとか、トライアルやるときで緊張するかどうかやね、それで言うと、それで言うと、しないかな、俺もしないな、うん、でも正直内宮パークとか行った時のファーストステージ割と緊張はするかもしれない、それはそうかも、うん、スタート前ね、うん、あそこだってセット触らずに、そうだね、いきなり通しでやるし、うん、割とその出場を今してる常連の方々もいるんで、うん、一緒にゴートレをしてくれるんで、確かにそういう方の、うん、見てる前でその一発本番プレイするっていうのはめちゃくちゃ緊張感はある、あそれあるな、うん、確かに
それあるよねでも始まっちゃえばね何もないんだけどね、もうスタートしちゃえばよ、あのもう、うん、音鳴って一歩目出した瞬間にもう何も感じない、何も感じないね、うん、だからもう緊張するときは早速始めちゃえばいい、うん、始めちゃえばいい始まるまでがなんかおかしなことになるだけで、うん、だからもうなんか緊張して変なこと考えちゃうんだったらひたすらパーソナルシミュレーション頭の中でやるのが正解かも、そうね、うんうん、そうだね、うん、だから割と緊張はします、場所によるけど、場所によるね、うん、でもガッチガチな緊張はないね、ガッチガチはないな、むしろ見られてるな、うん、高ぶるぐらい、鼓動が速くなるぐらい、あちょっとそうだね、えでも、あじゃあもう一個行こうか、ついでに、その緊張をした時のほぐし方、はあ、ほぐし方か、これ割といろいろパターンあると思うんですよ、あるな、俺も結構いろいろあって、うん、2、3個あるやんね、これ、うんうん、やることとしては、お言う今の流れ言うでしょ今の流れで俺にパスするの、いやもう2、3個2、3個ありますよって言われて終わりって終わるって終わるのすごい、どうあじゃあちょっとじゃあなんかまとまってないから一個は、うん、なんかなんだろう、緊張プレイ本当に直前の時のバクバク、心臓がバクバクして、うん、あやばい息浅い、心臓めっちゃバクバクしてる、うん、ってなった時の俺の緊張のほぐし方ね、うん、すごいよ、うん、教えてよ、すごいよ、青みたいだよ教えて、本当に青みたいだよ、うん、あのギアセカンドってあるじゃないですか、あるね、ルフィのあるね、あれってあの理論としては、うん、血管血をポンプさせて、うん、めちゃくちゃ強くなるじゃないですか、まあまあ血流を良くしてね、血流を超良くして、うん、瞬発力めちゃくちゃ上げて強くなってるわけじゃないですか、うん、同じこと考えてるんです、同じこと考えてるのか、すごくないだって、うん、心臓もう言ったらもう血を巡らせる機能なわけですよ、まあまあそうだね、もう同じじゃん、ああそういう風に心臓がボコンボコンバクバクしてるってことはもう血の巡りが超良くなって、うん、今めちゃくちゃ俊敏に動ける体になってきてるわけよ、ああそういう気持ち、もうそういう気持ちになってる、なるほど、ポジティブですね、でしょ、非常に、えもうそれでも俺、いや素晴らしい、ドキドキした時そういう考え方にしちゃってる、うん、いやいいと思う、素晴らしい発想アホみたいいやでも逆の発想だよね、落ち着かせようとするよね、基本やっぱ、あ、うん、逆に高ぶる、逆に高ぶらせてる、それを利用して高ぶらせるのはね、いや非常にいいと思います、今めっちゃワクワクしてるやん、うん、めっちゃ血巡ってきてるみたいな、あいい、ね、あ俺絶対俊敏に動ける今からみたいないいんじゃない、うん、そんな気になるねっていうのが一個、はい、もう一個は割と昔からそのもう動き出したら緊張はないっていうのは知ってるから、うんうん、あのそれまではもうどうでもいいって思っちゃう、あ動き出す前は何でもいいや、何でもいいや、何でもいいやって思う、緊張してたっていいし、誰かと喋るのもいいと思う、うんうん、ああそうだね、誰かと喋るのはいいよね、誰かと喋るの結構大事だね、うん、一つあるのは、うん、見られてた方が強いんですよ僕は、うん、だから人が多ければ多いほどいいパフォーマンスできる、うん、いや素晴らしいね、カメラ回ってたりしたら余計テンション上がって大胆にパフォーマンスができる、うん、動画撮ってる時やっぱいいパフォーマンスになるもんね、動画撮らんとできん技とかあるもん ね動画撮ったら急にできるみたいなね、そういうのあるからさ、そこは昔からかな、うん、じゃあ大勢に見られると緊張は勝手に、うん、そうね、ほぐされるとっていう思い込みもあるかもしれん、昔からそうだから、うん、結局思い込みよね、思い込み、うん、心臓のポンプしかり周りに見られてたら俺は絶対強くなれるっていう思ってる、いやいいと思う、感情、うん、それかな俺は、あれだね、逆境を利用するタイプだね、本当にそうだね、いやそこで萎縮はしないかな、素晴らしいどうですか、
僕は逆に心臓を落ち着かせるタイプで。ああ落ち着かせたい。うん、やっぱ呼吸、もうとにかく落ち着かせるために息を大きく吐く、大げさに、ああぐらい、うん、本当にそれだけ落ち着かせるんか、うん、で、まあ、セットを触る前は絶対にをやる。あこれでそれなんだろうね、これでいいんだよね本当、うん、これで一瞬の体の緊張がほぐれて、うん、脱力した状態になれるから、うん、いつも通りのパフォーマンスがそれでできるかな。あれなんなんだろうね、なんでだろう、ね、俺もさ、あでもあれこれはあの、うん、実際手が乾燥するから湿らせるためにフッてやってるけど、あそうなんだ、まあ、結局それがルーティンになって、うん、なんかそのトランポリン飛ぶ前の、あそう動きの一つみたいになっちゃってる。トランポリン前は絶対これ、うん、になってるよね、うん、なる、そうなるじゃあ落ち着かせるんだね、落ち着かせる、深呼吸ってことだね、じゃあ深呼吸、深夜は、深夜はまあ緊張をほぐすためには深呼吸、深呼吸かな、うん、こんなもんかな今日こんなもんだね、もう16時だしね。そうだね、もうそろそろあのチューブのライブ会場が開くんで行ってきたいと思います。行ってきます。スタンド席グリーンシート美味しそうでしょ、美味しそう、うん、さあチューブ終わりました、はい、お疲れ様でした。めっちゃ良かった今回。良かったね本当に。いや今回割と近年で一番良かったんじゃないですか。あー確かにね、ねそのくらいのあの、うん、内容の濃さだった。本当に濃かったね。ゲストもね、ゲストもね、ガクトさんですよ。はい、最初がことぶきさん、うん、ね一発目は夏休み、はいはいはい、海の家来たね、海の家来ましたね、海の家来たのはマジで良かったストーリーに上がってたからね、俺が踊ってた、踊ってるな、上げてたし練習してて、本当によかった。一番さ、まともにあの踊りたかったやつっていうか、うん、そうだ ね今までやってなかったもんね、ちゃんとした振り付けで、ね、去年あったちゃあったけど、うん、なんかフューチャリングみたいなやつで、あそう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 、リミックスで全然踊れんかったもんね。そう、踊れんかったからっていうか、今回のさ、うん、あのセトリがさ、これが多かったことだよね。多かったこれ上パンチね、マジで上パンチ多すぎて肩が多分やられてる、三角筋も筋肉痛です、うん、多分明日またサスケのトレーニングでどっか遠征するけど結構きついと思う、うん、明日、明日になったら分かると思う。多分腕が本当に上がらんだろうね、うん、上がらんでしょうね。でプロポーズですよ。プロポーズね、プロポーズ大噴水ですよ。大噴ダン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 噴水ですよ。言えんかった、一番聞きたかったかもしれない、プロポーズ、うん、プロポーズで大噴水見たことないし。あ、そうなんだ、うん、一番聞きたかった。初感動、感動ですね、鳥肌立ったもん。いやでも本当に良かったね。あれ良かったな。良かったしか感想が言えないこのまあプロポーズで感動し、ね、でその後ね、はい、ガクトさんが来るわけですよ。来ました。でさよならの代わりにね、はい、まずちょっとゆっくりして、こっからですね、こっからですね、こっからやばいっすね、連発よもう、ね、今回本当に何曲いった？ 1,2,3,4,5?5 曲？ 5曲、ほぼ5曲、うん、連発のぶち上げよ、ね、ひたすら踊ってたねこの5曲は。本当に、本当にこれしかやってない気がするわ、ね、いやここはね珍しくない、割と珍しいと思った。かなり 長かったねこのアップテンポが続くのは、ね、俺だってこんだけさ、じゃアップテンポの中でも激しい曲じゃん、うん、今回って、ね、割と、うん、それがさ、こんだけ5曲ぐらい続くのって多分2010年とかそんくらいのセトリ以来じゃない？ ねえ、それが来たっていうのはね、本当に気合い入れてたよね。気合い入れてたね。ガクトさんのじらされて熱帯はぜひ
あのどこかで見てください。ガクトさん結構面白い。めちゃくちゃ踊ってた。めちゃくちゃ踊ってたから腰振って。見たことある？腰振ったガクトさん。あんな見れんからね普段。こういう感じで、うん、腰振ってるんだよ。いやあれマジで面白かったな。楽しかったな。楽しかったですね非常に。僕アップテンポの中でもこのね、もう誰に向けて話してるか分かんないけどこれ、うん、年齢層だいぶ絞られる。だいぶ絞られるし、今回の会場来てる人にしか伝わってないけど。間違いない。このねただただ余韻に浸ってるだけのトークなんだけど、じゃ、うん、あのねこ出てくる曲名を聞いてみてほしい。ぜひ、うん、このぜひ、ね、アップテンポの5曲連続の中で You All Be The Champion からの Hot Night っていう、はい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 、最強のコンボがあるわけですよ。僕の中で、はい、僕の中ではその2つをつなげてやるのはもう最強なのよ。もう本当にショーの好きな曲だもんね、うん、好きな曲2選もう ここなのよね。アップテンポの中では、うん、どっちか聴けたらラッキーぐらいだもんね、ライブで。 うん、それが連発で、しかも You All Be The Champion で特攻っていうあの炎と花火をバンバン打ち上げるっていう演出があり、はい、ホットナイトで一生踊り、はい、もうね文句なしでした。いやー大満足。大満足です、はい、でもアンコールはね定番の定番シーズンインザサンとか花火とか花火あ夏休みで締め、はい、やばくないですか今回。やばかったです。非常にもう物足りなさがない今回は。ないよね、うん、本当にない。本当になかった、うん、いやでも後半よかったな。今回ばかりは余韻がすごいわね。本当に余韻がね残るね、うん、残る瀬戸りでしたね。強烈だったもん本当に。もう一回聞きたいもん。うんうん、うん、本当に聞きたい。ここ数年で多分もう一回聞きたいのは多分今回が一番かもしれない。へえ。ここ 2,3 年だと買いましょう。買っちゃう。買いましょう。買っちゃおうか。買っちゃいましょう。出たらね来年ハワイだし間違いないね。本当にハワイは行けん。ハワイは行かん。さすがに行けんと思う。さすがに行けない、うん、多分無理だと思うけど、うん、いやマジで良かったです。今回はもうちょっと余韻に浸らせてもらいたく動画を回しました、はい、珍しく。珍しく週部行った後にもう誰に伝えるのか分かんないところだけど、うん、ただただ自分らが余韻に浸りたくて動画を撮りました。本当に良かったね。まあ本当に良かったんで今回行ってみてほしいわ。これもし見てたら。そうだね。若い世代でも騙されたと思ってね一回、うん、知らん曲だらけだと思うけど踊りについてこれんかもしれんけど。まあそうだね。いや一回行ってみるとね楽しい。楽しい。一体感すごいから自分のライブ、うん、っていう動画でした。はい。質問コーナーとくっついてると思うんで。はい。途中で。途中で。着物からこんなダルビーになってる。急に髪の毛サラサラになってる。変な服で。いや俺もこれあるな。バケーションって書いてあるからね。これ。ほら、ほら、ほら。バケーション T シャツだからね。もう休みです。内臓が見えてる赤ちゃんの。謎すぎるだろ俺は。てなわけで。はい。明日交通なんで、寝ます。頑張りましょう。